はい、今回はですね、なんとプロスペースマンスリー感謝祭10連プレゼントスカウト、そしてなんと今3600万ダウンロード記念10連福袋5回限り、ね、2回目購入 S ランク1人、しかもシリーズ2確定で、3回目5回目は自チームのシリーズ2、1人ずつ確定ということで、こちら今日これをやっていきたいと思います。今回の狙いどころはですね、決まってんですよ。まず最初ソフトバンクですね。これはもう柳田、大関、グラシアル、又吉、この4人の中全員当たっても極みできます。俺大関、あの新選手加入みたいな中時の全部大関にして、大関の絵めっちゃ持ってるから、だから大関も極みできるから、この、あのソフトバンク3人は全員極みできる。で次見てみよう。日本ハム、万波、伊藤、今川、北山、これは用事ないね、今の俺には。まあ、伊藤は欲しいけどね、4分の1にかけるリスクはちょっと高すぎるね。ソフトバンクなんて言っても4分の4だから、ね、で次埼玉西武、川越、隅田、オグレディ、水上、これもちょっといらないね、用事ないね、俺のチームにはまだ今ね。でヤクルト、山崎幸太郎、サイスミード、青木清水、青木清水は欲しいけど4分の2ね、4分の2ちょっとリスク高いよね。阪神、サトテル、ウィルカーソン、島田、アルカンタラ、いやちょっとこれもハードル高いね。次巨人、ポランコ、戸郷、ウォーカー、今村、いやこれももうウォーカー、ポランコとかいらんくないからね、戸郷とかだったらいいけど。カープ、野間、森下、西川、ケムナ、森下と西川は欲しいけどね。中日、岡林、小笠原、アリエル・マルティネス、ロドリゲス、ロドリゲスがね、このムービングファーストボールがあるから欲しいのよ。けども A のロドリゲス俺一枚持ってないから限界突破コーチになります。でもロドリゲスに使っていいんかっていうね、問題もあるよね。で続いてベイスターズ、海老名、東、佐野、エスコバ、佐野は欲しいね、でも俺筒子いるからね。で続いて杉本、宮城、吉田正尚、本田、4分の3、杉本、宮城、吉田、安いですね。うん、本田はねちょっと俺持ってないから、でも4分の3オリックスいいね。でロッテ、マーティン、小島、荻野貴司、小野、荻野貴司欲しいけどさ、もうマーティンも来年おらんかったらもういらないからね、ほぼほぼどうなんやっていうね。で続いて楽天、島内、マー君、西川、孫、いいね、島内、マー君、孫欲しいね、孫ちゃんってなった時によ、もうオリックス、ソフトバンク、楽天なのよ。でもソフトバンクは4分の4位、まあ、本当に欲しいのは柳田、グラシアル、又吉だから、だけども、まあ、大関でもいけるっていうね。でもほぼ全部4分の3のよ、島内、マー君、孫、島内どうなの、まあどっちはできるね、チャンス、選挙、フルヒッター、マー君、マー君欲しいね、マー君いいね、しかもあのアニバにも出るけどタイピンチ、ピンチが消えちゃうからね、タイピンが。で西川はね、孫、俺は孫も A いっぱい増やしたからね、チェンジアップがいいのよ。どうしようかな、オリックスもね、杉本ね、来年下がっちゃうかもね、今年あれだからね。でホームラン王、守備、まあもう高額バーヘッダーチャンス、おいいじゃんいいじゃんいいじゃん、杉本ね。でも俺外野いっぱいいるからね、宮城、宮城いいね、どっちいける、宮城いいね、田口みたいな感じやな、吉田正尚欲しいね、アーティストチャンス、タイエース、まあでもここら辺はあのアニバー出るからね、ソフトバンクだな。逆に3回目でソフトバンク誰が来たら5回目はもう変えますか、ギータが来たら、ギータが来たらもう変えない、変えちゃうね、やっぱソフトバンクで行こう。まあ、まず一番最初に運試しのこれマンスリー感謝祭10連福袋行こう、はい、カモン、これ必ずですわ、絶対当たるらしい。最近演出が悪いのよこれ、そんななんかガチャ運良くないよね。お、あ、来たかと思ったらもうそれ絶対来るんだ。さ、お、2枚引きあるんじゃんこれ、奇跡の当たれ、2枚引きあるんじゃん、いい感じだって。さあ
吉田 B 来たと。これで吉田正尚来たらやばいよ。守備ずつこれで欲しいやつ来たらね、柳で来たら、おお線がいっぱいいる。線がだらけ、俺線がだらけ。 S の2枚引き、さあ2枚引き、小僧の線がいっぱいいる。2枚引き残り、 いね、うん、よし、まずこれ、じゃあこれいこう。3600万ダウンロードね。まず1回、1回目は何もないからね、当たったラッキーだから。3倍当たるから5枚いきたいね。 S5 枚5連で1回目、レッツゴー。何もない、何もない、何これ、ね、無か、カモン。いやこれピッチャーの足のところで青が出たら2枚引き来そうな感じがする。いや何もないわ、これノーマルや。畑ノーマルですよ、これいや大抜き、まあ、大抜きはね今年は数値上がるでしょう。さあ2巡目確定、欲しいのはいっぱいいるんだけどね、それが来るかどうかだよね。2枚引き来てくれ。いや星出てたけど、それだけだけど1枚なの、1枚なの、うわ1枚かも、何もない。いや演出なし、演出かと大丈夫。さあ1倍っぽいな、ロメロ、イベンキン、秋山、ビッグネーム来てちょうだい、ビッグネーム、これ大事よ。ロメロシリーズ2ロッテ、カモン。ホンダ、オリックス、オリックス違い。3回目ソードバンク決定よ。流れ悪いな。まあでもソフトバンクは最悪誰当たっても大敵でもいいから、誰当たっても最悪大丈夫だ。ここで2枚引けたら最高だね。ギータかおちゃん、ここでギータ来てくれたら全ては変わるよ、流れが、全ての流れが変わるよ。ギータ来てくれたら、いやこれも赤だ、ここは起こないと2倍引きないよ。ギータ、ギータ、さあ誰ですか。1倍か、1倍臭いな。起きたい、又吉、あそう確定だったわ、来たちょっと、まあまあまあ又吉同地だからね。であのタイピンあって、でこれはもう俺は中日の又吉にソード持ってるから、だからまあこれはもう極みにできない、まあ、とりあえず4回見とくか、ね、確定じゃないか。引きたいですね、引きたい、確定だけって寒いよな、全然。カモン、うわ全然流れないな、これ全然流れないな。いやほらこれ5枚、4枚も取れへんと3枚だけ、しかもよ、ソフトバンクでいこうか、もういきますか、うん、だって最悪誰が当たってもいいんだもん。又吉やめてよ、又吉以外、又吉以外、ギータ行こう。いや2枚引き来てほしいな、2枚引き、からの、からの、あーここが足がブルーじゃないっていうのがね、しかも当たれへんしね、最悪。こう2枚引き来てくれ、頼みます、頼みます。エスコバ、山田、おお光った、ブセニッツ、おお光った、ウネンティン、 A ばっか、 A かもね。おー来た、
タイだ、シリーズは。まあ、2枚引きだったわ。さあ、運命のお時間です。ギータ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 